魚魚魚魚を食べると頭頭頭頭が良くなる。どうも柴谷ひろみです。この番組はあなた持ち味、マサル持ち味、落ち着かない世の中に元気と笑顔をお届けする情報バラエティ番組です。さて今回は高級魚のタイがお腹いっぱい食べられるということで所沢市にやってまいりました。こちらです。釣り船茶屋ザンオさんです。すごい楽しみです。いっぱい食べるぞ。それでは早速行ってみよう。狭山市から車で約30分、国道463号線沿いにある釣り船茶屋ザオー所沢店では9月10月11月の平日はタイがお得に食べられるキャンペーンを実施中です。それでは今回お世話になります釣り船茶屋ザウオ所沢店の店長大久保理恵子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまずこちらのザウオ所沢店さんどういったお店なんでしょうか。まずお魚を釣って食べれるがテーマなんですけど、はいはい、それが席で座ったまま食べれます。なので食事しながら釣りをして、はい、とっても楽しいお店です。画期的ですね。画期的ですかね。お腹に応じて、お腹の好き具合に応じて食べれるだけ、はい、でもなんか釣っちゃう方がみんなもいいんですけどね。あ、でもお腹が空いていかない。まあ、なんてこと、いっぱい釣っていただきたいですね、はい、ぜひぜひたくさん釣ってください、はい、そして聞いたところによりますと今、はい、ちょうどタイがお安くなっているっていうのは本当なんですか。そうなんです。平日のサービスになってまして、はい、月曜から金曜の平日が、はい、通常のタイよりお安くなってます、はい、これはじゃあ平日めがけてぜひぜひ、まあ、たまにはねやっぱ今現代働きがちの方多いですから、たまにはゆっくりお休み平日取っていただいて、うん、美味しいタイをね、うん、食べるとのいい流れですよね。では本日はよろしくお願いいたします。します。すごい大きな船が。そうなんですよ。でもあそこにこれから座って食べれます。あ、あちらですか今日は。はい、今日はじゃないです。あ、個室も。そうなんです。あって、お子様連れとかは結構、はい、あとまあ平日とかはゆっくり個室でお食事みたいな感じの人気ですね。ここからも釣れるんですか。そうです、お部屋は窓開くので。ここ水入ってきてないですか、まあ、大丈夫ですか。シャってなることもありますね。あ、まあ、それもイベントというか。そうですね、はい、はい、うわ、ファンクラブも。ファンクラブもぜひ LINE 登録お願いします。ありますよ、もう LINE 登録。お得なことがいっぱいあるので。あ、これだけ特典が。そうです。でこれ入って損ないわけですね。ないですね、損は絶対ないですね。うわ、これいいですね、このヒラメ無料とか。そうなんです、それも当たるんです。うわ、登録すると素晴らしいですよ、はい、ぜひぜひ。楽しみがいっぱいですよ、これ楽しんで食事してもらえれば嬉しいです、はい、うわ、はい、広いですね。そうなんですよ、本当旅行来た感じです今。ワクワクしちゃう。嬉しい、よかった。仕事とは思えないような今喜びを。いいですね。あら、あららららら、お元気ですか。今月は、今年は残暑厳しかったですか。結構、なんて言ってました。あ、なんかよく来るんですかっていう。あ、初めて来ました。ねえ、お元気ですね、はい、そうですかね。さあこちらは何でしょうか。何に見えますか。こちらエビ。そうですね。そしてもしかしてアナゴじゃないですか。アナゴです。好きなんですよ、アナゴ。なかなかカツではないのかなと思う。鋭、はい、もちょっと大変ですし。そうですよ。このこうやってこういった形でお会いするの初めてですよね。ああ、いつもこうなってる感じで。はい、そうです。いつもお世話になってます、本当に。お元気ですか。ええ。あ、ね、残暑厳しいって言っちゃってますよ。ちょっと涼んでもらえたらいいですね、はい、ここで。もう音がね、本当に癒しなんです、音が。そうね、この水の音がいいですよね、はい、あ、実際こちらですか、はい、うわー、この感じがもう皆さん段差気をつけていただいて。どうぞどうぞどうぞ、はいはい、うわー、で今日はこちらの釣りコーナーで、はい、うわー、これ本当お子さん喜ばれますよね。いや、大人の方も。あ、いや、僕はまだ子供なんで。すいません、ミスターチルドレンです。はい、ぜひ。うわー、え、実際どこ、今日はここですか。今日ここで座りながら釣っていただこうかなと思ってます。はい、はい、誰が釣るんですか。え、私。
え、だ、当たす？当たす。これ僕やったことないんですけど、大丈夫なんですか？バチ。いけます？いけます。この、まず釣りデビューをここでじゃあしてもらって。いやでも一回あのこの番組でね、つくいさんっていうアナウンサーの方と釣り対決したんですけれども、そのお互いその餌をつけられないとかちょっとあのほぼ放送できなくなってしまった映像がちょっとちらっと出てますけれども、あのそれぶりなので、ほぼじゃあそれを抜いたら初めてというか。タイのほかヒラメやアジ、サザエなど餌釣りと引っ掛け釣りの2種類の釣り方があり、お子様も釣りを楽しめます。ご家族連れにはゆったり落ち着ける個室も人気です。さあ、それでは早速ですか、はい、じゃあ釣っていただくので、こちら釣り竿です。はい、で、餌を今つけたましたので、こちらで釣っていただきます。はい、これもうあれですか、こう引くパターンはなくてそのまま上げればいいってことですか？垂らしていただいて、はいはい、きっとお魚食べてくれるんで、はい、そしたらキャッチするだけなんで。あ、これな、これないですね、これ、あの、あれが分かんないですもんね。そう、水釣りとかあの、はい、返しとかそり、はい、ルアーとかいろいろありますけど、はい、こちらは返しもついて安全なので、はい、お魚が食べたら、あとは網でキャッチという感じなんで、はい、じゃあまずトライしてもらいます。サポーター山本さんです。はい、お願いします。と源氏名が龍之介さんです、お願いします。はい、はい、じゃあ早速トライを、はい、うわー、これはぜひ頑張ってください。始まるよ。これはどちら様がいいですか？大きい方がいいですよね。どう来るか分からない。一発目なんでまず入れてみましょう。どんな食い方で来るかは、はいはい、ご縁ですね、そこもね、はいはい、どうでしょう。こんにちは。お日柄もよく、静かにじっと待ちましょう。もう少し下の方へ、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 下の方へ。かな、見えませんね。行ってないですね。ないですね。位置が。あ、来た。来た来た来た。来た。割と警戒しながら来るんです。喋、ね、りすぎてしまいました。あ、結構増えましたね、人口がね、今。ちょっと下かな。はい、お、来ましたね。はい、ゆっくり上げて、取れてください。もう来たの？食べてます、食べてます。来た、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 すごい。おめでとうございます。ありがとうございます。あら、釣れました。これ嬉しいですね。釣れました。すごい、海にいるみたい。うわー、一匹目です。まずサウオ、所沢店さんで釣れました。新鮮です。このタイが平日はお得なランチメニューあるそうですよ。本当にずっとお得、楽しいです。あー、すごい、これから楽しみ。マサルさんがタイを伝えないに座を祝い締めをさせていただきます。それでは皆様ご一緒に、よー、もう一つ、よー、おめでとうございます。嬉しいな。はい、じゃあ2匹目、はい、チャレンジで。さあ、本当今日はあの日によってお魚の位置だったりとか、はい、釣れる位置が変わるということですか？そう、気分で魚も、はい、食べちゃってませんか？来た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 、はい、おめでとうございます。来ました。え、2匹目早い。嬉しい、すごい、はい、やっぱあのコツを教えていただいてね、うん、はい、素晴らしい。うわ、2匹目ゲットです。ありがとうございます。マサルさんがた祝い締めをさせていただきます。それでは皆様ご一緒に、よー、もう一つ、よー、おめでとうございます。さあ、3匹目でしょう。はい、じゃあ次ちょっとマグロみたいな大物、大物、
お、マグロ釣れるんですか？マグロ釣れません。さすが店長、店長のノリがいいですよ。申し訳ないです。店長とか、はい、この山本さんに会いに来るっていうのもありですよね。ぜひ今はね、会いに来てください。元気になれますね、これね。元気、私ももらってるのでチャージしないといけないですね。あら、ちょうどこれ、ね、ご機嫌チャージって番組なんです。もうじゃあたまたまぴったりいけるかな。あ、今ちょっと行ってましたね。振られましたね。え、行ってません。行ってないです。振られました。あ、来た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 。すごい早い。おめでとうございます。ありがとうございます。3匹目嬉しいな。パート3。3匹食べれます？いけますよ、本当に。バッチ、本当に、あの、抜いてきたんですよ。よし、じゃあがっつり食べていただきましょう。はい、もう5年食べてないです。5年。はい、まあ、普通だとそれぐらいですもんね。さすがでございます。ありがとうございます。じゃあ3匹目を美味しくしましょう。ありがとうございます。ございます。塗り絵なんて何年ぶりですか？いや、意外とやってるんですか？この番組はいっぱいやってるんですよ。あ、そうなんですね。ということ、あれじゃないですか、12月ぶりかもしれないです。12月、12月は中華まんミュージアムに、はあ、あの、イルマでしたっけ、うん、イルマの中華まんミュージアムで、あの、塗り絵をしました。へえ、イルマにそんなのあるんですか？はい、中村屋さんの工場。ああ、そうか。はい、に中華まんを塗るんですか？中華まん、あ、そうですね、中華まんをバカ殿様にしました。マサルさんが描いた絵なんだ、これ。そう、私のマサルちゃんと、うん、バカ殿様。あら、いいじゃないですか。可愛いよ、ね、嬉しいな、本当に嬉しいな。塗り絵ができるそうですよ。できました。これ、あの、お子さんたちが描いてらっしゃるんですか？そうです。すごいですね、この、あの、お料理を待ってる時間帯とか、あの、ちょっとね、食べて休憩する時間とか、いろんな、この、あの、お魚とか海の生き物たちが描けるということで、ちょっとタイっぽいのにしました。ちょっと変なおじさんカラーにしていましたよ。タイはいいよな、嬉しいなって書いておきます。ぜひ、今度ぜひ所沢店さん来た時に僕のを探していただきたいですね。あ、いいですね、それ、はい、じゃあどこに貼りましょうね。はい、この一番目立たないところがいいんですか？この辺りですか？両面テープつけないとつかないですね。両面テープ、イラストはどなたかが書かれてるんですか？そうなんですよ、なんと私です。これ全部ですか？ほぼもっと前が 99.99 ぐらいですね。あらへえ。でもあれですか、絵がお得意だったんですか、昔から？昔から絵が、今も趣味です。あら、絵描くのがすごい可愛い。これも店長さんですか？これ、そうです。すごい、本当に塗りやすいよう考えてるんです、実は。いっぱいいっぱい。じゃあどこまでいけるかな。そういうあの、ゲー東京フレンドパークさんみたいなのないですか？ないですか？あ、もう行っちゃったんですか？はい。どこまで行けるかな？記録を伸ばせますか？記録と世界記録、所沢記録。はい、お願いします。はあ、やっぱりこの前大会がね、本当にやっぱりちょっとあんまり期待できなかった記録だったので、本当に、あの、今回は4年かけて頑張ってきました。お願いします。あ、ダメでした。腰ならずでした。ダメでした。残念でした。いやー、でも綺麗に入りましたね。でも、あの、あれですね、すっごい、あの、角度は良かったです、うん、角度素晴らしい。いや、でも、あの、あそこも、あの、木まで行きたかったんですけど、記録更新。うわー、やっぱタツの負けましたね。はい、タツは強いですね。強いです。はい、ちょうどちょっと控えめな位置で、うん、あ、でもすごく綺麗な晴れ方です、はい、角度だけはちょっとね、うん、バッチリ。はい、また4年後お願いします。何やってんですか？あ、これ撮ってんの、これ。このカメラ？このカメラ初潜入の調理場でございます。もう本当にもうご機嫌チャージやってきてよかったです。本当にもう。好きなお魚なんですか？一番好きなのはタイですね。あ、だと思いました。すごいすごい。
初潜入。釣った魚はお造りや塩焼き、唐揚げや煮魚などお好きな料理で召し上がれます。バター焼きやお茶漬け、なんと握り寿司まであります。はい、おめでとうございます。ね、お正月じゃないですか。ありがとうございます。お正月、お正月。はい、続いて、おめでとうございます。ありがとうございます。いつけでございます。うわ、今日何品、何品出るでしょう。あ、それはサプライズですか。サプライズです。生きてるだけでサプライズやわ。煮付け、タイの唐揚げでございます。はい、もうちょっとこれ、これね、お正月スペシャル。お正月スペシャルです。お正月か年末感出てますよ、もう。まだ出ます。で、こちらですね、タイのタルタル焼きになります。うわ、タルタル嫌いな人いないですよ、本当に。でもこれ所沢店限定です。所沢店限定に弱いんです。限定タルタル限定続きで、はい、天丼にしちゃいました。ちょっともう本当のこのやり取りが天丼。どうぞ。あ、これちょっと追いだれで、ね、追いだれはいいよな。最後は、はい、まあまあこれ食べてから二度おいしいなんですけど、ちょっと本当にあのテンション上がりすぎてメンタルが追いつけないです。この鯛をご飯にのせて、はい、お茶漬けっていう食べ方があって、ちょっともうこれもしていただきたい食べ方です。これ飯テロです。軽犯罪みたいな感じです。食べれるかな。写真を撮りたいですね、これ。ぜひ写真を。やばい。どうしようか。もう一個ずつ撮ろう。やば。本当にやばい。すごい。これ皆さん、インスタとか載せる方多いんじゃないですか。そうです。撮った方がいいんですか。撮りましょうか。そうですね。この、これ全部と一緒に撮っていい。あ、そうですね。じゃあ撮りますね。横で。はい。全部。多分サムネに。はい、サムネ用の。サムネイル。そういうのやめてください。プレッシャー。いやそうやめ。カメラが。はい、これなんか全部入ったら嬉しいです。はいはい。はい、すみません、本当に。ない。すみません、もう野球前に。ね、野球前に。はい、行ってきまーす。はい。もう一枚行きます。行きまーす。はい。もう旅行じゃないですか。こんだけだったらボクシングや頑張ってよかったですよ。本当に死ぬかと思った。空中ヨガも頑張ってよかった。空中ヨガやったんですか。あ、そうです。ここスパイダーマンの格好してもはい、死ぬかと思った。でもボクシングは桁違いですね。桁違い、桁違いです。